はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回は魔境まで来て終わったと思います。そこまではため撮りなんですよね。まずはサマーズに行きます。その動画にコメントをいただいて、それをできなかったので、今回からというか今回やらせてもらいます。まずはレストランの中にも写真があるよということなので、行きたいと思います。さあ、どこなんでしょうね、レストラン。お邪魔します。どこだ。お、あったちょっと待ってよ、おばあさんの真前って間違ってるだろうよ。今びっくりしたわ。いや、天才写真家がちょっとそんな人のこと考えないってどういうことですか、おばあさんで。しかもあれでしょ、三脚の代わりにおばあさんの頭使ってるとかいうオチじゃないの。本当やだな、もうびっくりしちゃった今。おばあさんすいません、なんかこの天才写真家意味不明なところに立っちゃって申し訳ない。はい、まず一つ目のこの写真ね、レストラン内にも写真があるという情報をくださった方、ありがとうございます。次にですね、おー、マジックバタフライだ。いただき、ちょうどね MP が減ってたんで、よかったよかった。次にですね、ハエミツネバネバマシーンとちょっとクギマシーンはいらないということなので、そちらを預けちゃいたいと思います。ハエミツはね、確か前に預けたんですけどね、ちょっと鍵マシンとネバーネバーマシンはいらないそうです。こちらのね、情報もくれた方、ありがとうございます。はい、ちょっと鍵マシンとネバーネバーマシン、はい、こんなもんかな。はい、以上でありがとうございました。バイバーイ。次にですね、教えていただいたのは、今後はペンダントの方が役立つよという情報です。はい、もうね、次見つけたら速攻ペンダントを見つけたらね、早速装備したいと思います。こちらの情報もね、くださった方、ありがとうございます。ではでは、魔境に戻りましょう。到着。あれここ、まあ、いいや。僕は豚になりたい。だって豚になれば沼の中に生えているマジックトリュフっていう不思議なキノコを匂いで見つけることができるんだもん。豚の花って強力だからね。お、ということはここで豚の花が使えるんですね。ここは魔境なのよ。沼の中を歩くと体力が減るけど仕方ないのよ。その辺が魔境ならではなのよ。あ、そうなんや。了解。魔境は暗いだろう、嫌な感じだろう、鷹の目ってのがないとダメなんだよね。なんだ、ネス持ってた、よかった。隠れてるのこの人。私とあなたが話をする必要を私は感じないのだ。あ、そう、ひどいな。あ、どうも、怪しいもんじゃありませんって。ある経済大国からこんな田舎までやってきたガッツある商社マンですとか言って。あ、そう、どこやねんみたいな。先生のエージェンシーも兼ねてんで、じゃあ買い物買いに来た。特にね、欲しいものはまあいろいろあるんですけど、お金もないしやめときましょうかね。はい、じゃあ行こう。何こいつ、どこかの砂漠の猿はテレポーテーションができるとか。え、君たち教わったって。僕もやってみたい。お、教えてくれないか。え、教えよ。よし、やってやる。ミステリアン、ま、負けないぞ、もう一回やってる。おお、にして瞬間的に戻ってきたぞ。早っ。 できたよね。見たよね。嬉しいな。お礼にほんの気持ちだけどプレゼントをあげるよ。ポーラは猿の気持ちを手に入れた。猿の気持ちって何？猿の贈り物、戦闘で使うことができる。なるほどね。ここはなんだ、おじさんがいる。し、大きな声出すな。帰ってきた。何もねえじゃねえか。
えるものないじゃん。沼沼沼ですよね。よし、豚の鼻。マジックトリュフの匂いを探った。この辺りにありそうだが場所が特定できない。残念。これ特定するにはどうすればいいんでしょうね。わからないんですけど。ここは何？バナナ。暗い。なんだ、なんか、あ、なんだろう。あ、ここで高止めなのかな。お、ラッキー、当たった。わあ、こうなってるんだ。へえ、なにこれ。し、静かに。私は需要層だけど、え、重要層、あ、重要層だけど、そうでもない。キャッシュディスペンサー男です。引き出す場合、扱い金額と同額の手数料をいただ、え、同額の手数料をいただくの。いや、いらんし。え、じゃあ1万出すって言ったら1万の手数料を取られるってこと。めっちゃ不便やん。え、じゃあ使わん。え、じゃあそれならテレポートして戻るもん。下はなんだろ。何もなさそうですね。ここは、うわ、なんだ、うわ、なんかいっぱい来たし。なに、ねちっこいなめくじ。チェック何何、あ、ファイヤーに、あ、やった、ちょうどよかった。中身は塩、塩って何。あ、塩ね、はい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 。じゃあ塩使うといいんですよね、きっと。あ、塩使う前に死んじゃったけど。おー、1万もくれるんだ。へえ、すごい。よし、先に進みましょうかね。いや、マジックトリュフっつってもな、なんか自分で見つけれる気がしない。グッズ、えい、なさそうだ、残念。見つけ、あー、左上に宝箱がある。取りたい。あー、ワニさんがいる、怖そう。干し肉だ、やったね。下ってなんだろう。あ、なんか、あ、ヘリコプターが墜落してる。いや、なんかすごい。あ、でもな、ちょっと上行きましょうか。まず左はヘリコプターがあるんで、まあ、確実に先に進む場所でしょう、多分。ちょっと上探索しましょうかね。上上、特になさそうですね。あった、ラッキー。何？びっくりした。イエーイ、ラッキー、来てよかった。やったぜ。なんだろう、クエー、村にはグミの来ない、誰もからだろう、遠いクエ。要はグミの村ってないってこと？あー、グッズ何も持てない。塩いらない。IQ カプセル、ジェフ、早速使いましょうかね。ジェフ、あー、ミスった、怖っ。ぐちゃ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 、嫌だな。オフェンス、うわー、すげえ、めっちゃ、おー、ナイス。グッズ、スーパーバズーカ、強っ。いいね、いいね。お、ネス上がった。13来た。4か、微妙な気がする。じゃあ、まあ下の方に行きましょうかねと思ったんですが、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。